東南古墳は、滋賀県安市、東南港にある古墳。形状は、前方後方墳。大岩山古墳群を構成する古墳の一つ。滋賀県南部、安川右岸の洗浄地に築造された古墳である。これまでに、墳球は作平されて、古墳域は水田として利用されていたが、1982年の発掘調査で埋没古墳として発見されている。 噴形は前方部がほぼ直線的に開く。前方五方形で前方部を南西方に向ける。噴球周囲には幅4.5から7メートルの集合が巡らされるが、噴球が左右対称型であるのとは異なる。左右非対称型で、噴球南側では噴球形状に沿うのに対して北側では直線的とする。集合を含めた全長は52メートルを測る。 主体部の埋葬施設は作兵のため明らかでないが、調査では、広報部中央において、墳球主軸から30度東に降る方向の移行が、検出されている。また集合区ビレ部付近の井戸城移行から、大見地方の特徴を有する古墳時代初頭頃の土器が、集合東隅から、東海地方の特徴を有する、二塗りの壺片が出土している。 この東南古墳は古墳時代初頭の3世紀後半頃の築造と推定される。大岩山古墳群8期のうちでは最古期の築造であり、大見地方における前方後方形集公墓から古墳への変遷を考察する上で重要視される古墳になる。古墳域は1985年に国の史跡に指定されている。なお南東隅では、 円形集公募が確認されており、本古墳との関連性が指摘される。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。